皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、11月の12日、18時ジャスト、大谷翔平メッセージさんのロコマコモグローブ寄贈ってちょっと待ってくれってそんなことしてる今あるんだったら日本球場の社員返済した方がいい本当、この間も、日本のね、とある、副大臣だったと思います。まあ、名前はちょっと忘れたので言いませんけども、出てきたニュースでね、もともと税理士されてた人なんですよ。で、税金の滞納があって、まあ、事業の方がうまくいかなくてと、いうことなんでしょうけども、まあ、そういう例で、国会議員になれてる人たち結構いるんですよ。で、今、日本の状況として人口がまず日本人が1億人日本に住んでいないと思ってください。家の件数見た方がわかるんです。で、それは51番見てください。最初の方に出てきてる一般的に公表されている人口青色で、記載してます。その下に、普通の黒文字で、家の件数、神戸市北区、これぐらい、何々台が、何々台がこれぐらいっていう大体の件数を出してます。で、最終的にそれを見た時に大幅に数は、大体、正確な数、大体ですよ。大体正確な数を出しています。約5万件、神戸市北区。20数万人絶対いない。三田市なんか、1970年代は3万人ぐらいだったと。それがいつの間にか、政府発表のデータが10万人になってるんですよ。三田市のね。もしかしたら神戸市北区の人口かもしれない。神戸市北区はどう考えても15万人いたらすごい方。っていうことは、神戸市民のどこの区もそうだから、これは二重国籍とかなった人たちで、現地でお亡くなりになれたりだとか、まあ移転されている人たちがいっぱいいますから、これどこの国でも起きてることなんですよ。だから世界的な統計を見ると、人口が、まあアメリカと日本の二重国籍の人は、世界で二人いることになっちゃうんですよ。だから日本人として1としてカウントされて、アメリカ人として1としてカウントされるから。だ三重国籍の人は実質一人しかいないのに、世界で三人いることになるんですよ。だから、無理やり復旧させようとしたって無駄なんです。人口は根本的にいないから、あんまり。まあ、それは生まれてきてる人の数の方で見た方が早いんですけども、まあ、小学生とか中学生に配る、まあ、多分小学生用のグローブだとは思いますけども、まあ、それは生まれてきてる各年代の、まあ、男性が、何万人、女性が何万人っていうような、データを見ていただいた方が、分かりやすいと思います。そこはまだなかなか海外に行くことないですから、まず。だからその辺のところで、ちょっと、出回ったグローブがある中古の。正直誰かからもらったりしたらいいでしょっていう話とかもあるから本当に本当にちょっとね今度栗山さん報道ステーションボール6万個ぐらい報道ステーションでやりましょうよとか言いますもう頭痛い本当に神がかり的な力はそう頭痛いむちゃくちゃなもう勢いで何でも言えばいいっていうものじゃないから普及いいぞこれもう一番ややこしいのは宗教の普及しようとさせる人間本当本当それと同じだからもうなんか誰かに誘われたとかで、ね、なんかねこう大体小学生の頃出た手打ち野球それが映画協会手打ち野球がまるで悪いことかな手打ちだ手打ちあの場面笑うところや悪そうな会社の人間もしくはなんか暴力団っぽいやつらのこの金額で手打ちだ大体みんな子供の頃手打ち野球から始めてますから本当手打ちでグローブ手の形
モロッコの途中そんな面白いこと仕掛けてこなくていいから無理無理無理、ちゃんとあの僕説明したあの太陽光パネルとかでこういうふうにあの裏皮をこうね、これはポータブルのものなんですけども、例えば太陽光パネルがですね、今のところそんなにものすごい増産、一気に世界的に見てですよ、世界的に見て急に生産量がね、世界的に3倍4倍5倍とか、そんな話はいきなりは無理で、ある程度採掘しなきゃならないですから、まあ原料揃えてね、でさすがに急に赤い彗星のシャアじゃないんだ機能教員に生産体制が3倍とか工場の無理無理無理ってなるからアーケードの上とかね、こういう風なもので、こうすればね、まあこの中にね、銅線がね、この辺りに入ってる、ここ。まあ、自分で触ってみたりしたら分かるんですけども、まあ、電気がね、こう通るように繋がっていて、で、まあ、こういうふうにね、可変型みたいにしていればね、アーケードの上とかにもね、まあ、設置できたりするんですけども、まあまあ、その辺のところはもう、どこに設置してほしいかっていうと、もう、河川水門開閉式で待ってんですよ。そこ、蒸発するようもあるから、結構面積的に見ると、だから本当は太陽光パネル、ダムの上に河川水門開閉式ダム発電のところの貯水してるダムのところに設置してほしいっていうのが、まあ、あるんでまいったね、グローブの小判こそれよ東京を援助してくれとか、もう平気で僕は言います。協力してきたんだから。いや、ほんと申請20万ぐらいかかってするんです。お金ないから僕は本当に。ちょ、ことの優先順位。ちゃんと各自、本当にこれせんかったら危ないなっていう危機感、自分の命、命、君の命だよ。もうガスも輸入なんか10年以内に止まってもおかしくないから。ちゃんと36番読んでる翔平は本当30手前になってそんなことも未だに覚えてくれない人だったらもう無理よ、世の中ちゃんと覚えて、逆に日本人かアメリカの野球選手教えてあげないと、世界中でエネルギーの残存量偉いことになっとうって、本当本当にちょっとね、とりあえずねその辺のところ特許申請よ、君たちが協力してくれたらもっと早く物を進めるでしょうぐらいは言って、今回はこれで終了させていただきます。以上です。本当、資源大事に使いましょう、本当に。